さてトレンド卵は北村さんです。はい、はい、暑い夏、飼い主の頼りになる商品です。暑いからここ入っちゃうよね。お水飲みな、お水。うわすごいぬるくなってる。What is today's Toretama? It's a cooling ceramics pet bowl, which keeps your pet's water cool for hours. フィンランドの雑貨メーカーが開発した水を数時間も冷たく保つという商品です。使い方はまずボウルを氷水に1分ほど浸します。すぐ冷たくなるんですが、これあっという間に乾いちゃうんですよ。これどうしてすぐ乾いちゃうんですか？ The idea is that it's porous, which means that it sucks in the water fast and then it starts to evaporate it. 冷水でも冷やすことができます。では早速常温の水道水を入れて普通のボールと比較してみました。暑いです。外に置くこと1時間。1時間置いておきました。あ、ぬるい。あ、というかもうお湯ですね。外側もほんのり冷たいですね。まだ触ります。おー、あ、全然違う。冷たい。水とお湯ぐらいの違いはありますね。これはワンちゃんも嬉しいようでした。やっぱ冷たい方がいいんですかね。ガブガブ飲んでおります。People have long working days and the pets are alone at their home. We love solving problems. 鍵となるのはこの素焼きの部分です、うん、一般的なものと比べて水分を 2,3 割増しで吸収するため、気化熱の冷却作用を効果的に発揮できるとか、この製法が企業秘密なんだそうです。ほう。またこちらペットの餌用のボールもありまして、餌を冷たく保つことで菌の繁殖を防ぐことができます。 It's a new channel for us, the pet segment. We expect to sell these hundreds of thousands of units. 10月中旬から日本で世界に先駆け発売します。今日はもうじりじりの炎天下の中ですね、わざわざこう日差しの元に置いておいたんですけれども、うん、1時間後 もうお湯と水というぐらい の差はありました。そんなに変わるんですか？はい、2時間後も違いましたね、はい、ただ室内は23度前後の環境に置いておけば、うん、まあ、16度から18度の水温でずっと保つことができるということでした、うん、人間にも使ってみたいですね。確かにそうですね。人間のものもあるんですが、今回はペット用品、まあ、そういうことなんですね。